皆様こんにちは。 NPO 法人シャロームの大竹静子です。皆様お元気でしょうか。いつもお世話になってありがとうございます。皆様が育ててくださったひまわりの種、たくさんたくさんシャロームへ届いています。その中に素敵なメッセージ、素敵な絵はがきがあります。それを見て私たちは感動し喜んでいます。ありがとうございます。今年はひまわり大使を送ることができませんでした。来年はぜひ皆様のところへと思っています。共に生きる仲間たちのコンサートも多くの皆様に来ていただくことができなくなりましたので、ビデオコンサートにいたしました。全国の皆様からの素敵なメッセージ、栽培者からの皆さんの素敵な報告、そしてアーティストの方々3名、そして動画に私たちはいたしました。この動画をぜひご覧いただきまして、皆様にお伝えいただきたい、そう願っています。それではぜひこの動画をご覧ください。ひまわりプロジェクトは、福島から全国の福島を支援する栽培協力者の皆さんに食用ひまわりの種を送り、花を楽しんだ後収穫した種を福島に送り返していただくことで成り立っています。このひまわりの1年間の流れの中で、福島の現状や教訓も伝えられ、全国に福島への理解と共感を育てていきます。今年もひまわりの種は全国各地で300以上の栽培協力する団体などに送られました。この種が花を咲かせ、実を結び、帰っています。福島に帰ってきた種は、障害を持つ人たちの施設で製品化され、美味しいひまわり油、みんなの手となります。このひまわりから生まれたいいことは、福島と全国の栽培地で広がっています。福島では障害を持つ仲間たちの仕事を作り、全国の支援者のおかげで子どもひまわり大使などの事業を継続していくことができます。全国の栽培地では親子のコミュニケーションを取る機会が増えた。子どもの成長や地域の活性化に役立っています、との嬉しい便りが届いています。お互いに助け合えるネットワークとして、その絆をつないでいます。このひまわりの架け橋は、このひまわりプロジェクトに参加している皆さんの生の声を集め、みんなで作り上げたひまわり感謝祭です。ひまわり感謝祭の開演です。今年も全国からたくさんの種が届いています。今ここにですね、種を今入れるんですね。皆さんからいただいた種でございます。福島市に届いた種を入れています。おー、出てきた出てきた。こちらが重い種で、油の商品となる、種でございます。わ、綺麗ですね。で、こちらに、軽い、実の入っていない種、またはゴミが、風のこの風力によって、外の方にですね、行くんですよね。これは中、種、黒い種なんですけれども、中身が軽い種はこちらの方に吹き飛ばされます。これが重い種で、実の入っている種です。ありがとうございます。代表、これです、種。これね、こんなに綺麗な種ですよ。実入ってますね。大きな種です。感謝ですね。感謝。みんなの手です。ありがとうございます。はい、素晴らしい。代表一言。皆さん の愛に感謝します。こうなんだかこう手に触ってると皆さんの愛情が伝わってきて、ぐーっと嬉しくなります。本当にありがとうございます。皆さん、感謝します。はい。
よし、新鮮入れますか。おー、ちょっと次はちょっと疲れてね。茨城さん、どうですか、種いっぱい入ってますか。いや、最高ですね。え、最高ですか。そうですか。油屋さんの工場を見学した際の動画をご覧ください。やっと着きました。関根隆さん。佐藤です。佐藤です。お電話では。ありがとうございます。シャロームの、この方がひまわり油を絞ってくれている関根さんです。まずは種の荷下ろしです。たくさんありますね。まだありますが、今日今回はこのです。はい、はい、油を楽しんだわ。どうなった、どうなった。工場の中を案内してもらいました。こっちの釜で入れて、で、あと焙煎しながら、はい、釜で、釜ですね、釜で焙煎してって形なんですね。でその後に向こうの機械ですね。それで、まあここはホッパーになってるんで、ここから入れて、油はこっちから、あ、こっから出てくるんですね。素晴らしいですね。あとこっちが油かす。ああ、先ほど見させていただいた、で大体1週間から10日ぐらいはちょっと整地しておくと、檻がこうだんだん下がってくるんで、この中で整地させればね、それで上積みをだんだんとなる、あとその上積みの方を、和紙を通しての、生成不純物でちょっと、あとここでこう通して、する形なんですね。あとこっちもタンクにくるんで、あと出して、あとはそこから充填。あ、すごいですね。これですね、昭和。これも、もうこの昭和34年に製造されて、もうこの会社自体はないんですけど、富士文化っていうのはもうないんですけど、ちょっと見づらいかな、34年って。すごいな、昭和30。大事に大事に使ってるわけだね。うちも昭和35年。46年ですから。小学校の1年。生まれる11年前。さて、油の出来栄えは？とっても綺麗ですね。これ一人で何本も欲しがりますね。あっという間に洗顔とかなくなっちゃう。どうしても圧搾なんで、多少こう折りみたいなのはあるんですけど、圧搾とか薬品使ってないんで、そういうのはどうしても出ちゃうんですけど、問題はないんで。薬品とかでやるとやっぱ綺麗にはなるんですけど、脱色とか全部しちゃうんで、いい成分もやっぱ抜けちゃうんで、本当の油だけになっちゃうんですね。そうですね。ありがとうございます。で、こうして手作りのひまわり油が完成しました。さあ、福島市に戻りましょう。憩いに戻った油は、掛け紙がかけられ、一枚一枚書かれたメッセージをつけて完成です。ひまわり油の入ったひまわりせんべいも、サクッとした食感とひまわり油の香ばしさで好評です。
全国の協力者の皆さんを思い、丁寧に丁寧に仕上げていきます。第1部は、大地に広がるひまわりプロジェクト、北海道のナオコバンドの曲に乗せて、栽培風景を織り交ぜながら全国に広がる栽培協力者を紹介していきます。第1部は、北海道ナオコバンド制作動画から始まります。Oh.
海水とって大きないいひまわりができました。でこのところ雨続きなので今乾かすのに、ちょっとうまく乾くかなと心配していますけれども、たくさん取れるといいなと思っています。ひまわりプロジェクトの皆さんが北海道に来てくださったのは2014年なのでもう6年も前になります。その時に三重港のところで集まっていただいて、何かできることはないかなと思ってひまわりの絵を描きました。でいろいろひまわり尽くし でその時は夜もいろいろコンサートあったりいろんなことがあってとっても楽しかったなと思っています。で全国でこうひまわりの花を咲かせてでその種を取って、少しでも福島の復興のお役に立てればいいなと思っています。また機会があったらぜひ南ポロにいらしてください。住んでおります赤石恵美子です。私とひまわり油との出会い2年ほどになりましょうか。ひまわりは観賞用とばかり思っていましたが食用にもなれることを知ったのです。植物油ですから体にもいいと思いパンにつけてよし、ソテーにしてよし、炒め物にしてよし、今では日常的に使っております。同時にひまわりプロジェクトを知りました。春から生育に関わらせていただきました。苗を植え、除草し、花を取り、これからは種を取って福島に送るまでの作業を楽しんでいきたいと思っています。福島ひまわりプロジェクトに賛同しました。東別ひまわりプロジェクト推進員の赤石恵美子です。来期も励みたいと思っております。福島とみんなをつなぐひまわりプロジェクトの皆さんこんにちは。北海道東別のひまわりプロジェクトを運営しております NPO 法人ビオルク東別の大沢と申します。このひまわりプロジェクト東別に展開して6年になります。ささやかではありますが協力してまいりました。昨今なかなかこのひまわりプロジェクトに協力していただける方が増えなくて私どももいろいろ考えない時期に来ております。そこで来年度からはこのプレートをですね東別であれば東別高校ボランティア局またはパン屋きみかみさん他に個人でもご協力いただいている方の畑に建ててですね、その地域の周辺の人たちに、このプロジェクトの理解を深めていただこうと、考えております。このプロジェクトはひまわりの種を植え育て、そして、取り乾燥させ種を取ることのプロセスがありますがその中から伝わってくるメッセージを私は福島を忘れないというような気持ちで取り組んでおります。今後ともよろしくお願い申し上げます。
この動画は藤岡町映画出演の皆さんです。今年はコロナの影響で大変だった様子がメッセージから伝わります。皆さんこんにちは。新座ひまわりプロジェクトです。新座ひまわりプロジェクトは市と交渉し、土地、備品などの提供や市内ボランティアの方の協力で栽培しているため、コロナの影響でやむなく中止になってしまいました。ですが、学校や事業所、個人宅でも栽培していたため、少ないですが、種を収穫することができました。このコロナ禍で、学校が大変な時期に声がかかりました。事業所でも、今年も植えるから種ちょうだいと言われ、たくさんの言葉をいただきました。そんな気持ちのこもった種を福島へ送ります。これからも頑張っていきましょう。新座ひまわりプロジェクト代表、小原優。お便りの中から一部紹介いたします。前半は東日本編です。東京都 M 高校さん、今回短い時間ではありましたが、 FHJ トレンひまわりプロジェクトに参加させていただき、作業の大変さと障害者の方が仕事に就くことがなかなかできないという現状を知ることができ勉強になりました。またみんなの手という商品名が、私たちが作業で育てて収穫したひまわりが皆様の手によってひまわり油に変えられるというこのプロジェクトをとても素敵に表現されていると感じました。この素敵なプロジェクトに短い時間でしたが参加させていただき本当にありがとうございました。また私たちの後輩もこのプロジェクトに参加し代々受け継がれていってほしいと思いました。長野県 K さん、今年ひまわりの種をもらって植えたのですが、花が咲いた時期に実家に帰るため一週間ほど留守にしました。帰ってきてみるとスズメの大群がひまわり畑に集まって食べていました。時すでに遅し、大半、いや8、9割方食べられていました。畑の周りやあぜにちょっと遅れて植えたものが
その後咲き出しましたので、これはしっかりとスズメの襲撃から守って収穫することができました。しかし、収量は少なく、これだけにしかなりませんでした。来年もまた挑戦しようと思っています。よければまた種をお願いします。神奈川県 S さん、日増しに秋も深まり、ますますご健勝のほどお喜び申し上げます。ひまわりの種の収穫の時期になり、いよいよご多忙のことと存じます。私どものひまわりは、今年は去年より小さく咲き、種の収穫ができるか心配していたのですが、なんとか収穫することができたので、ほんの少しですが送らせていただきます。今年はコロナのこともあり、お店を自粛していましたので、たくさんの人にひまわりを見てもらいたかったのですが、なかなかそうも行かず、お店にご来店していただいたお客様、店の前を通る人々に見ていただいて少しでも笑顔になってもらえたらという思いで日々育てておりました。一日も早くコロナが収束すること、そして福島の被災地の復興を願っております。これからますます冷え込んでまいりますので、どうぞひまわりプロジェクトの皆様、お体にお気をつけてください。第2部は、ひまわりがつなぐ地域間交流事業が各地で行われている様子をシルバートーンの歌声とともにお伝えしていきます。岡山、離れていてもひまわりでつながっています。頑張りましょう。シルバートーンのタクトです。離れてても福島のことをずっと思ってます。コロナに負けず頑張りましょう。こんにちは。今回は伺うことができませんでしたが、岡山から応援しています。僕自身、つながる空に向かって福島の方々の思いを風化させないように歌い続けていきます。頑張ってください。頑張りましょう。皆さんがひまわりのような輝ける笑顔になりますように。シルバートーンのソータです。場所は違えど心はつながっています。ひまわりのような笑顔でお互い頑張りましょう。もこんにちは、福島の皆さん、岡山県の春です。実はお世話になりました。ひまわりプロジェクトの方ね、応援動画の方募集されてるということで、今回動画を撮らせていただいております。岡山のね、今年は県北の方の画像を
載せてると思うんですけど、ヒルゼンの方でね、ちょっと遅咲きなんですけど、ちょっと植えるのが遅くなってしまいまして、ヒルゼンの知り合いに頼んで周りの方を植えさせてもらっております。ちょうどね、なんと今咲いてるんですよ。で、これをね、また収穫したら種を送ろうと思うので待っていてください。またね、福島県に遊びに行ける日を楽しみにしております。それではそれでは頑張ってください。福島で食べたパンや野菜やご飯の美味しさ、これからもしっかり伝えていきたいです。一緒に頑張りましょう。皆さんこんにちは、福島ご覧の横山です。私たちは福島県浪江町で希望の牧場というところで被爆牛の世話を行っております。私たちは福島と岡山をつなぎ、福島の今を伝え続けようと思っています。それではひまわり感謝祭の正解を祈ります。笠岡市とのひまわり交流は2014年から始められています。笠岡市には国内第1号の農道空港があり、福島には最後の8番目の農道空港があります。福島の農道空港、スカイパークで活躍する室谷選手がひまわり大使を務め、大空をつなぐ地域間交流は始まりました。また、笠岡市は東陵高校とこれまで交流を行ってきました。今年はコロナのためネット交流会となりました。東陵高校の皆さん、こんにちは。今年も笠岡ではこんなにたくさんのひまわりが咲いています。去年福島にお邪魔した私たちの仲間から皆さんにメッセージです。はい、東陵高校の皆さん、昨年は大変お世話になりました。昨年、5人でお邪魔しました。あ、6人でしたね。6人でお邪魔しましたね。今年はコロナの影響で、直接お会いできませんけども、リモート交流でまた来年につながりたいと思います。浅野でした。島本沢です。皆さんお元気ですか？またお会いしましょう。山田美也です。コロナが収束したらまた岡山遊びに来てください。島本明です。去年はありがとうございました。また笠岡に来てください。我が家のひまわりも綺麗に咲いてますよ。池澤先生、片岡です。素敵な夜をありがとうございました。 ありがとうございました。笠岡で毎年開催される大空と大地のカーニバル、室谷義秀選手は11月14日笠岡から1年間育てた種を託され福島に帰ってきました。思いを託されたひまわりの種です。どうも、京都市立洛西中学校です。京都市立洛西中学校では2年生を全員動員してこのような周りのデジタル壁画を作りました。縦 2.5 メートル、横 4.5 メートルのデジタル壁画です。1枚1枚たった5ミリメートルのマスに一つ一つ色を塗っていきました。その下にあるたくさんのひまわりはみんなの笑顔になる瞬間を集めました。例えばこんな風に音楽を聴いているときやイケメンを見たときなどみんなの笑顔になる瞬間を集めて約150枚ほど集まりました。これは2年生全員90人で約1ヶ月かけて一マス一マス丁寧に塗りました。福島の皆さん、楽しんで見てください。バイバイ。樋口聡太です。福島の原発事故のためひまわりが育てられなくなった地域の人たちのために、県外の人たちが代わりにひまわりを栽培して、その栽培したひまわりの種を福島に送るというプロジェクトを僕たち東別高校ボランティア局が参加しています。福島の人は当時はすごい大変だったと思いますが、この支援などによって元気づけられたりしたと思います。これからも頑張ってください。矢吹あおみです。私がひまわりプロジェクトで大変だったことは、
花の部分を取り乾燥をさせて種を取るときに種が周りの花びらの部分が手に刺さったり服についたりと大変でした。花びらが一度服についてしまったとき、あまりにもほろっても取れないのでガムテープなどで取ったりということをしました。ですがひまわりを鉢上げするのはすごく楽しかったです。阿部浩介です。私たちボランティア局ではひまわりを種から育て、育てた苗をポットに栽培を行っています。栽培を通して大変だったことは、育てた苗をポットに移し替える作業が大変でした。ひまわりは別名、太陽の花と呼ばれていて、放射線の影響で、地元に帰れない人たちの希望の光となったと思います。この支援のおかげで励まされた人たちがたくさんいると思います。これからも応援していますので頑張ってください。土田美香です。今年の2月にひまわり大使として福島に行かせていただき、東日本大震災で被災した場所を実際に見て私は心を痛めました。そして私たちの学校で行っているひまわりプロジェクトの活動に改めて協力していきたいと思いました。コロナ禍の中大変だと思いますが、私たちも頑張っていきたいと思います。鈴木みどりです。私がひまわりプロジェクトで大変だったことは、ひまわりをネットの中に入れることでカラスなどができた種を取ってしまうため、それを防止するためにひまわりをネットの中に入れるのですが、ひまわりの大きさやネットの大きさはまちまちだったので、小さいネットの中に大きなひまわりを入れたりする作業が大変でした。それでいてネットの数が合わなくなったりするアクシデントはありましたが、局員全員で協力して行動したため、スムーズに作業を終わらせることができ、大変勉強になりました。これからもひまわりプロジェクトに貢献していきたいと思います。ひかりつきほです。私がひまわりプロジェクトを行う中で大変だと思った作業は、チャリティーコンサートへ行く時のひまわりの苗の運搬作業です。2つに分かれて、ひまわりの苗をトラックに積み込む人と、積み込んだひまわりの苗を下ろして一つ一つレジ袋に入れる作業です。立ったりしゃがんだりという動きが多かったので、私たちも軽い運動になりました。ひまわりの苗を受け取ってくれた人たちは皆さん笑顔だったので、私たちまでもが元気をもらえる活動になりました。八千代孝則です。ひまわりの種まき時期は寒冷地では5月中旬から6月中旬にかけて、団地では4月中旬から5月中旬にかけて種まきを行います。ひまわりの種は健康性で、直接光が当たってしまうと発芽しにくくなるので、しっかりと上から土をかけてあげましょう。箸をしてから1週間ほどで発芽します。この間はしっかりと水を切らさないように水をあげてください。ひまわりは育ちきってからの植え替えでは根が傷つけてしまうため、なるべく育ちきってからの植え替えはやめましょう。第10回ひまわり感謝祭の開催おめでとうございます。生活クラブ生協神奈川です。復興支援祭りへの参加ありがとうございます。復興支援グッズのひまわりせんべいは大好評です。この3月にはひまわり大使が神奈川に来てくれる予定でしたが、とても残念でした。これからも一緒にひまわりの輪を大きく広げましょう。福島の皆様こんにちは。京都の NPO 法人ドネーションシップ分かち合いの立川と申します。 3.11 の後福島を訪問し、シャロームの皆様と出会いました。ひまわりプロジェクトに共感し、会員の皆様と一緒に応援させてもらってきました。庭でひまわりを育てたり、毎年開催する分かち合い祭りでひまわり油を販売しています。今年はコロナで分かち合い祭りは開催できませんでしたが、ひまわり子ども大使の皆さんとの交流会で出会った京都亀岡の津田さんの畑でひまわりの収穫のお手伝いをさせてもらいました。今年も1000本を超えるひまわりを育てておられます。
この種から絞られたひまわり油ができるのを楽しみにしています。離れていても心はつながっています。一緒に手をつないでいきましょう。ひまわり子ども大使の皆さん、元気で頑張ってくださいね。福島の皆さん、こんにちは。こんにちは。グリーンコープ生協兵庫です。去年子どもひまわり大使の皆さんと一緒に過ごして楽しかったです。また遊びに来てください。今年もひまわりの種をいろいろなところで植えました。来年もみんなでひまわり育てますね。またお便りの中から一部紹介いたします。後半は西日本編です。沖縄県 T さん、5月9日に種まきし、台風の直撃が怖かったので、結局すべてプランターで栽培しました。背丈は110センチから140センチまで育ち、種がちゃんと取れるかドキドキしました。花が思ったよりも小さくなってしまい、種の量が少ないと思いますが、ごめんなさい。日当たりと肥料を改善するともっと大きくなると感じました。来年またチャレンジさせていただけるなら、今回の反省点を踏まえ頑張ります。どうもありがとうございました。高知県愛さん、庭には仮金草がたくさん咲いています。町内のもので育てたひまわりの種送ります。高知は今年長雨で立ったまま首のところからダメになり、もっとお届けしたかったのですが、町内の方の畑で生き生き100歳体操のグループで育てました。250グラムになりました。今日の体操の折、皆さんに出来上がったのを見ていただきました。借り入れた時、ひどかったのをみんな見ているから褒めてくれました。少しですが、お役に立つと嬉しいです。福島のことはよくテレビでも拝見しています。福島の方は強い。どうぞ皆さんのお体大切になさって頑張ってください。応援しています。岡山県愛さん、全文ごめんください。初めてひまわり1200本を植えました。種をいただいたのは津山市の保養プロジェクトの田口雄二さんです。そちらに種を送るというボランティアでしたが、老夫婦二人、ちょっと毛色の変わった孫ができた気分で花の世話をし、のびのびと育った花姿に生気をもらい、多くの友人たちが見に来てくれて、休校を温め、とてもやりがいのある仕事を楽しみながらやりました。お役に立てば嬉しいです。29キロ取れましたので、3便に分けてお送りします。そうそう。第3部は、共生社会。ひまわりの架け橋、ひまわりプロジェクトに託す未来に思いを馳せていきましょう。阿部清美さんのひまわりせんべいに焼き込まれた詩を改めて紹介します。誰もが優しくなれる街、ハンディを持った人も安心して歩ける街、いつも天から神が笑顔で見守る街、福祉の島、福島。障害を持つ人も持たない人も共に生きる社会を目指して歩んできたシャロームの40年。それは清美さんの思いに重なります。人は助け合い、分かり合うことで共に生きていくことができると信じています。ひまわりプロジェクトは多くの人の出会いを作り、これからも未来へつながっていくことでしょう。今年はコロナでみんな大変でした。心が折れそうなこともありました。来年こそ皆様に良いことがたくさんありますように。6月のある日、自分の作詞した CD を聴いていたら、室屋さんが自分の部屋の窓から見えるところで、大空にスマイルマークを書いてくれました。コロナで落ち込んでいた自分の心が晴れました。CD から流れる歌が、今、目の前に繰り広げられているのでびっくりしました。
冬は訪れる。しかし、いつかは春を引き連れ去っていく。いろんな花を咲かせる。そして、春が去り、暑い夏を迎える。暑さが野菜や果物を甘くする。そんな時の中で人は生かされ、暮らしていく。生かされることは、旅すること。終わりのないこの道、自分が愛されていないと、人に愛を返せない。しかし、自分は日々、誰かしらに見守られ、生かされている。体の具合が悪くなると、健康な人が羨ましいが、毎日、日々の暮らしに、主の教えを思い出しながら、日々暮らしていきたい。阿部清美。メッセージ。2020ひまわり感謝祭&共に生きる仲間たちのコンサートのご開催。本当におめでとうございます。コロナ禍にあっても、今年も仲間たちのコンサートに参加することができて、大変光栄に思います。昨年、私の詩、新しい自分、強い心に、菅野純さんが曲をつけて、コンサートで披露してくださいました。初めてこの歌を聴いたとき、とても感動いたしました。菅野さんが、私の詩を理解し、素敵な作品にしてくださったことに心から感謝いたします。この詩には強い心を持つことができるよう、私を育ててくれた家族、支えてくださったすべての方々へ感謝の気持ちを込めました。愛する人たち、今は亡き大切な人たちに捧げたいと思います。今、世の中が新型コロナウイルスの感染拡大で大変な状況ですが、一日でも早く収束することを心から祈っております。近況。コロナ禍にあり、感染予防に気をつけながら生活し、時間のある時は心の中にあるものを言葉にしながら作詞をして過ごしております。生きよう、生きていこう。梅の花開く頃、大地震があり、実りの秋に台風がふるさとを襲う。そしてまた、梅の季節に命をも奪うウイルス感染。なぜ？平和な日々は続かないのだろう。障害があっても病気には負けない。障害と共に生きよう。辛い経験ばかりして、たくさんの別れを経験して、やっと今、たくさんの巡り合いを経験できるようになったのに。なぜ？こんな世の中になったのだろう。障害があっても病気に負けない。障害と共に生きよう。オーバーシュート、ロックダウン、世界中がおかしくなっている。悪夢のような日々の中で生きている。早く平和な日々がやってくるように。早く平凡な毎日がやってくるように。生きよう。今という時を。生きよう。今日という日を。生きてゆこう。明るい明日を迎えるために。生きてゆこう。金子道。共に生きる仲間たちのコンサートをご覧の皆さん、福島県出身のシンガーソングライターの菅野純です。今日はですね、東京の自宅から、画面越しですけれども、少しでも楽しんでいただきたいなという気持ちを込めまして、お届けしたいと思います。それでは、早速1曲目、お送りしたいと思います。聴いてください。君が描いた絵。と嬉しそうに持ってきてくれた絵は涙の君と笑う僕どんな状況なんだろう君は
教えてくれた。自分が泣くと僕を困らせてしまうから、考えてみたんだと。
ありがとうございます。コロナで本当に、大変な状況になってしまいました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。僕は今もですね、不要不急の外出は避けていて、大好きなですね、カフェで、作詞をしたりする作業も、自粛をしてるんですけれども、本当にストレスが溜まってしまいます。うまくですね、気分転換をしながら過ごしていきたいなと思っています。続いてお届けする2曲はですね、シャロームの、5階のお二人が、作られた詩に曲をつけさせていただきました。初めて詩をですね、拝見させていただいた時に、なんて、表現が柔らかくてですね、素直な歌詞なんだろうと思って感動しました。初めに歌うのはですね、阿部清美さんの作品です。歌にするにはちょっと短かったので、繰り返し使っている言葉があるんですけれども、言葉自体は全く変えずに、メロディーが乗りました。福島県出身の、エアリエスパイロットのですね、室谷義秀さんが、出てきます。大空と、ご自身をテーマにした詩です。それでは、聞いてください。この空の下で。続いては、金子道さんの作品です。この詩はですね、本当に何も変えることなくそのまま歌にできました。初めて、歌った時はですね、感情が溢れてしまって涙したのを覚えています。本当に、自分の心に正直にですね、向き合って書かれたんだろうなと思います。最後の曲になりますが、聴いてください。
新しい自分、強い心。悲しみの中から数ほどの巡り合いから選ばれた命育ててくれた人に感謝したい。今は不安な毎日だけどいつかきっと楽しんでいただけましたでしょうか。まだまだですね、コロナが猛威を振るっておりますけれども、感染予防、体調管理を徹底して、みんなで乗り切っていきましょう。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。菅野純でした。
私たちはベーシック憩いのメンバーです。私たちは毎日明るく作業をしています。皆様から届いたひまわりの種、本当にありがとうございます。これからも私たちベーシック憩いは一生懸命ひまわり作業を頑張ります。せーの、ありがとうございます。皆様、動画を見ていただきましてありがとうございます。素敵なコンサート、素敵なビデオメッセージ、感動いたしました。来年こそは皆様とお会いいたしたい、そう願っています。それでは、シャローム。